歌川広重が八つみの和紙。手前の一石橋から道山堀にかかる千便橋を望む。奥に道山橋も見える。道蔵堀は天正十八年に徳川家康の命により江戸城へ物資を運ぶ。船入り堀として江戸城の和田宗門橋から日向川の河口の五福橋門まで開作され、江戸港まで続く運河。日向川までは、 1> 約1キロメートル余の長さで人工の水路として江戸に初めて作られた堀である。南岸に幕府の寺、真瀬家の屋敷があったことから、道蔵堀と呼ばれた。江戸城への輸送路として活用されたが、明治43年に埋め立てられた。現在の皇居東にある和田総門から辰の口へ、さらに大手町交差点を経由し、五福橋交差点あたりまで横断し、 東京駅の北側あたりで、日向川を作った。道蔵堀の両岸には、四日市町、材木町、船町、柳町などができて賑わった。日比谷入江が埋め立てられた後も、江戸城への物資運搬路として活用された。ありがとうございます。